本日は私が紹介した3つのゲームの中で一番おすすめしたかったホラーゲーム、ナイトメアハウスについてお話しします。突如森の中で運転していた車が故障し、暗闇に放り込まれるプレイヤー。車から降り、暗闇の中をさまよっていると明かりが1つ。プレイヤーが明かりの方へ向かっていくと、大きな1軒の民家がありました。プレイヤーは民家へと入り探索するのですが、しばらくすると白骨化した死体や死んでもなお動きプレイヤーに襲いかかるゾンビや化け物が出現するようになります。しかしそれとは別に、物が宙に浮いたり妙な音が聞こえたり、ゾンビでも化け物でもない不思議な現象が起こるようになります。その家の中で起きる様々な怪奇現象やゾンビの群れからプレイヤーは生き残れるのでしょうか。この作品でプレイヤーは民家の中を探索しつつ、出現するゾンビを倒しながら進んでいくのですが、突如電気が消えたり、物が宙に浮いたり、一瞬人影が見えたり、どこからか謎の声が聞こえたりなど、ゾンビという物理的な存在がいながらも、それとは別に危機快快な出来事がたびたび起き、プレイヤーを2つの意味で恐怖に陥れます。特に怪奇現象はいきなり飛び出てくるびっくり系から、じわじわと恐怖を与えていくものまで、さまざまな方法でホラー演出が展開され、プレイヤーを怖さから逃がしません。果たしてあなたは悪夢から覚めることはできるのでしょうか。よろしければチャンネル登録といいねお願いします。